パカ、サラダよ。パ、リサです。ヘルスチャンネルです。先日ディズニーランドに行ったんですけど、今回は購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ、レッツゴー。まずポップコーンバケットを紹介していきたいと思います。今回買ったポップコーンバケットは2つあるんですけど、せーの、じゃーん、デマックスと美女体重のポップコーンバケットです。デマックスはこんな風になってて、この後ろ側を開けてポップコーンを入れられます。美女体重のは前がこんな感じになってて、で横は野獣が写ってて、後ろはバラが写ってて、でさらに反対が野獣の元の姿です。一番すごいところは光るんですよ。で見ててください。ここ今電気消したんですけど、ここがこの部分が光ってるんですよ。そこが特別な感じがして気に入ってます。でここからポップコーンを出します。次はじゃん、野獣の抱き枕です。今回ほとんどの美女と野獣グッズがキングダムトレジャーっていうお店に売ってたんですけど、この子だけグランドエンポリアムっていうパークの入り口にあるお店で買いました。同じ大きさぐらいのぬいぐるみもあったよね。うん、だけどこっちの方が値段も安いし、形が好きだったからこっちを選びました。こっちの方が可愛い感じじゃなかった？うん、すごい触り心地がいい。あとなんかお店の中でずっと抱いて見てたんですけど、すごい抱き心地がいい。次にこっからはキングダムトレジャーっていうお店で買ったものを紹介していきます。じゃん、これは実はティッシュボックスになってます。でここが磁石で開け閉めできます。横は黄色になってます。で真ん中にこのマークがあるんだけど、ディズニーの美女と野獣のアトラクションの中のお城の中にこのマークが何個もあったので、まあお皿とか上はこんな感じで、下はこんな感じです。お城がある。そう、お城ある。でここの下からティッシュを入れます。はい、次はじゃん、バラの形をした光るおもちゃです。でこれは一番の特徴はじゃん、で光って美女と野獣の音楽が流れてくるんですよ。もうこれがもうビビッときちゃって。なんでちょっとね買いました。いつでも美女と野獣の音楽聴けるんで、いつでも思い出せるみたいな。次はじゃん、ぬいぐるみバッジです。でこっちがガストンで、こっちはガストンの相棒というかルフーのねやつです。なんかすごい可愛い感じのぬいぐるみなんだけど、ガストンっぽいところがすごいたくさんあって気に入りました。もうね、見た瞬間ちょっとあ、これ買おうってなりました。ちょっと T シャツもいいなと思ったんだけど、飾り用でだけどやっぱちょっとね、こういう可愛い感じの方がねいいのかなと思って買いました。で相棒の方はね、こうね歯のスキッパーのところとかね、またまた表現されててすごい可愛いなって思います。前髪がついてる。次はじゃん、ベルのキーチェーンです。野獣に会う前の格好をしていますね。それのさ、さ黄色いドレス着てるの持ってなかった？そう、そうなの。これの黄色いドレスバージョンの持ってたから、家のとお揃いにしたくて買いました。後ろがねすごい可愛いです。でね、あの家にある黄色いドレスのバージョンのこと隣に飾っておきたいと思います。次はじゃーん。ちょっとせっかくなのでかぶってみました。はい、これはレミエールのマフラーです。
リサはディズニーランドにいるとき。リサはディズニーランドにいるとき、これかぶってたよね。うん。夜のときにこれかぶってたね。うん。パレードのときちょうどあったかかったんじゃない？そうだね。あのこれ着て寝てたの。パレード待ってるときね。そう。毛布があるの。めちゃくちゃもこもこしてます。次は。さやがパークでつけてた野獣のマフラーです。ちなみに今日これをかぶるために青い服を着ました。これしょ、これをかぶるために。そうですね、はい。まあこれもねすごいモフモフしてます。この野獣くんには後ろ髪と言いますか、尻尾と言いますか、なんと言いますか、まあそういうものがねついてます。青いリボンもついてます。なんかさ、こういうの被ってたらさ、キャストの人とかにさ、ルメールとか呼ばれてたよね。呼ばれるんだね。ルメール誰と乗るのってめっちゃ言われてた。そうそう、その後もずっとルメールって話しかけられてて。ルメールどうするって。こういうのさ、つけたことなかったから分かんなかったね。うん。せーの、じゃーん。野獣のヘアバンドです。これは午前中、夜になる前につけてました。めちゃくちゃかわいい。これもね買いたかったんだけど、ベルのカチューシャが売れ切れてて、そのベルのカチューシャも欲しかったです。もうね、売り切れてましたね。なんか行く前からオンラインストアで売り切れてて、でもなんか歩いてる人がさつけてたじゃん、うん、なんかちょっと悲しい気持ちになったね。あれ悲しかった。めちゃくちゃイヤバンドの後ろは髪の毛みたいなの生えてて、でここには青いリボンです。はい、次はじゃん、5本入りのボールペンです。バラがすべてついてます。一瞬で美女と野獣ってわかるようにねなっております。これは自分一人用ですね。5本全部一人で使いたいと思います。でキャラクターはベル、野獣、ルミエール、ゴスクワース、ポット夫人とチップです。でボールペンの色はすべて黒です。はい、次はじゃん、これはツモローランドテラスっていうハンバーガー屋さんで買ったものなんですけど、花びらが1枚散ってる時のバラが写ってます。後ろにグミ入れてみました。こんな感じです。ちょっとね、撮影後リサと少し食べたいと思います。はい、じゃあちょっと次は細々したものを一気に紹介したいと思います。せーの、じゃーん、テープのり、角消し、ボールペンです。角消しとボールペンはトイストーリーです。でこれはミッキーとミニーと新しいアトラクションが出たウェイマックスと美女と野獣、4つのテープのりです。今年しかなさそうだから買いました。で次なんですけど、最初にベイマックスのポップコーンケースを紹介したと思うんですけど、あれはリサが欲しいわけじゃなくて、ママが欲しくて買ったもので、でこれもママが欲しくて買ったんですけど、これでママにパソコンの周りを掃除してもらいたいと思います。今開きました。こんな感じです。で使い方は多分こうやって取り出して、カメラだったらこうやって拭くわけです。はい、でここにスポッてね、スポッて今見たらここにかわいいかわいいベイマックスの顔がまたここにありますね。ママに大切に使ってもらいます。別にうちらが買ってあげたわけでもなんかプレゼントしてくれたみたいな感じになって、なんでもないんですよ。こちらが上から目線で紹介しました。はい、ありがとうございます。はい、最後になります。せーの、じゃーん。映んないこちらです。これはベイマックスのバルーンです。一応言っときます、これはディズニーランドを出るときにリサがおねだりして買ってもらったやつです。はい、パパにねとてつもなくおねだりをしてやっと買ってもらっていました。今ちょうど24時間ぐらい経ったけど全然浮くね。浮くだね。すごい、なんか昼間これ出すってもいいんですよ。
今日ね。イエイイエイとかですよ。ダンテスに近づけて遊んでたね。そう、さやが。でね、これはママが欲しかったわけでもなく、さやが欲しかったわけでもなく、リサが欲しかっただけの風船です。でもパーク入った時からもうすぐ欲しがってたんだよね。うん、だけど買ってもその後どうするってなってて、ちっちゃい子とかはみんなベビーカーとかにくくりつけれるからいいけど、ちょっと今は無理ってずっと断ってて、で最後に会ったんだよね。そう。出口出たとこだよね。うん。うん、一番最後にこれを買って入りました。値段が。なんとびっくりすることに1500円。まあ安いとは言えない価格ですね。はい、いつ割れるかちょっと楽しみ。はい、今回の購入品紹介はこれで以上です。ディズニーランドを1日密着した動画もあるので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。嬉しいです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バタン。バタン。バタン。